行くぞ。レアそうだったら戦おう。オリーブのやつかな。水だ。パボ。俺ガジリガメだ。これ何やろ。風船みたいなやつだ。まあとりあえずね、次の目標に行きましょう。こっちだね。広いな。これ行った順番か。今番号出てたよね。123とか。ほら、じゃあパーッと海まで行ってみよう。敵変わるかな。ダッシュ。おじさんは粘る。粘っこいおじさんが現れた。学生の年やき。学生なんかおじさん。キルリア。フェアリー。はい、種まき。オンバット鳥コード3匹もいる。これは痛い。結構痛い。マングースは、多分マングースの進化型かな。進化してる。立った。覚えてねえな。一番威力高そうなやつで。カチンカチン。やばい。よし。お、いい経験値。穴を掘るは覚えておいてほしいね。欲しがる、欲しがるーと。ストーリーモードでハイパーボイスなんか使わねえんだよ。負けても、ネバーギブアップ。3680円。お金持ちね、なんだろう。36歳、学生ですって感じ。いい傷ですよ。全然この辺のポケモンが湧かない。クリスカットだ。いた。いい傷薬。毒消し。あー、2番エリアもう変わっちゃったな。おっと、リーフィアではない。飛んでるポッポか。ん、ツバメだ。ツバクロウかな。俺のポケモン。あ、いた。話題のウミディグタ君いた。行ってみるか。ちょっと戦えませんけど。エリア変わってるからね、強くなってる可能性が。あ、20だ。チャンス。やっき。オリーブだ。不意打ち。
水地面だとしたら草攻撃したら即死だな。いけ。ダメみたいですね。あ、マリルリ。こいつはひどいで、ひどいで、マジひどいで。ヤドンだ。ケケンカに砂かけババアなんだっけこいつ、なんとかなんとかなんとかって名前だったよね真珠。気づかれると出てこない。結構遠距離から投げたないい命中率だ。じゃあ電光石火で脆いなこいつ。アクアジェットミツだね。とりあえずさあ話題になったウミディグダ君、さあ何属性だこいつ。水があるのは今分かった。水地面、さあどうだ。穴が穴子なんだ。穴子くん、ずーで行くんやいっぱい。何に進化するんだろう。んーずーでいくんやいっぷい。水特攻攻撃クソクソ防御アップの素早さダウンとかもう存在価値がねえ。ビビリなんだ。さあさて288番だそうで、戻った方が早いか。さあはいはい、どうだ。なんとも言えないね。砂浜に生息、岩からウミディグダが2体出ている。だからダグトリオじゃん。ウミディグコンビとかになる噂のね、あのウミディグダ君捕まえることができましたよ。こいつぶっとくね普通に水タンだったね。さてさてさて、ウニバフーニかな。バチンウニ、微妙に違う。あー噛みついてみる。おいしい。おい、おいしくね。うわー雷。あーまいった水雷。そんな痛くはないけどきつい。あーいけるかな。あー 30% だぞ。やっぱ水もあるよね。よしよしよし、やばい。次のターンの電気属性の攻撃が、おおケケンカニが
やった、バーチンウニを捕まえたぞ。おお、結構な経験値。あ、電気ターン。木図が触っただけで驚き、放電してしまうほど臆病だよ。どうせ使わねえから、名前がバチに、もうどうでもいいひどい。これで進化すんのかな、特防アップ特攻ダウン、充電スパーク、物理電気か。お、来た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 、とんかつの様子が。よーし、これでもう出荷してもいいんじゃないかな。パフュートンノーマル、オスの姿、オスとメスで違うのか。ほうほう、豚のくせに全身から甘く妖艶な香りを漂わせてメスのポケモンたちを骨抜きにする豚野郎が。メスの姿もあるのか。まあ首です図鑑完成したら首です、しょうがないね。ということで次はね、あいつをどこや、虫を進化させたいのだが、どこだこいつか。捕まえた方が早いね水の中入れるのかをチェックして帰ろうかな。どうだ、ホイキングあれ新しいやつじゃない、イルカみたいなやついる、イルカ、イルカだけ。ギャラドスがおる、イルカだ、ナミイルカ。ギャラドスさん帰って、先制されてる、多分一撃しちゃった。効果は抜群だ。すっごい跳ねるよ。あれ22じゃん、もう進化すんじゃん。そいつなんか跳ねるって、山よりも高く跳ねるとか言ってなかったっけこれ捕まえて1レベル上げるだけでもうギャラドスだけど、浅瀬だなここ、結構奥まで行ける。ブイ出る、ブイ出る、バダマシン、スマートフォン確定だ。あー違う、あぶね、アイテムだとドヒドイでいいかな。ちょっと深くなってるように見えるけど、どうだ、まだいける、まだいける、あ、これ以上いけない、波乗り覚えないとこれ以上いけなさそうだ、ね、イルカは割と普通にいるな、イルカだけに、イルカがいるか。あ、金の玉だ、換金アイテム、これじゃね、進化。あれ3匹いる、ダグトリオ26、えいニョキ、海トリオそうきたか、耐えれるかな、耐えたわ。26だからね、ちょっときつい。にゃーん、さあ倒せるやついるかなおお、威嚇してきやがったぞあいつ。こいつ電気だったよね。いけ、パチモンのピカチュウ、ほっぺスリスリ、
うわぁ、ダメージ半減もないから。で、確定麻痺。電気ショックでは倒しちゃいそうだな。もう一ほっぺすりすり。まあ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 、麻痺だし、捕まえられないことはないんで。3人同時に頭突きしてくるとか卑怯じゃない？うわ、また煽りよるわ、あいつ。運営に報告させてください。ということでね、おそらくレベル進化だと思うんだけど、今なんか上がらんかったっけ。こいつこれでもビビりのままなのか、特性。嘘だろー。刻める技60、結構強い。30、ペロペロ。よし、さすがにお前もう無理やろ。もうお前は無理やろ。諦めて入れや。よし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 。嘘だ、どんなこと。オラフー、水エスパー。まあ水があるんで耐えれるだろう。まあね、さすがにここまで来れば。おお、913。水バブ、水バブって飛行技だよね。威力60、つつくより強いじゃん。ケツがどうやって浮いてんだろうこいつ。海トリオ、アナゴポケモン、魚ポケモンの一種。ダグトリオのリージョンホームと掲げられた時代もあったみたいですね。アナゴリオですよね。強さを見る。攻撃、素早さ、特防型、アップダウンはなし。悪くはないけど、使うかって言われると疑問だけどね。海トリオ、こいつは海だったんだよ。魚魚。ちなみにここは何タウンですかね。おっと、これは大人気の VTuber なんじゃぼさんじゃないですか。エレクトリカルストリーマー。まあここまで行っとくかと思ったら割と遠いわ。行こうと思ったらコールートだな。渡れるかな。行くぞー、直線距離だー。絶対無理やつやこれ。ダメみたいですね。帰ろ。じゃあ俺次ここ行くから。思ったより移動してたね。まずは回復。さあどうしましょう。さっきのね、アナゴリオをメンバーに入れるのは炎だからすごいぴったりなんだけどね。炎に対して水タンとかめちゃくちゃ、弱点が少なくて、そういう意味ではすごいいいんだよね。まああと2体倒してアイテムもらってからやな。じゃあ行ってくる。この辺向かってみるか。ピカチュウいるんだって。いる？これピカチュウ？あ、ピカチュウだ。そこまでレアではやっぱないのか。
あ、メスだ。耐えてな。頼むから。価値は弱いんだよね。ピカチュウ、ピカチュウ、フェイントとか使わないけど、フェイントってなんだ守るや見切りなどのしてる相手、おお素晴らしい。まあストーリーで使うことはないなただ体当たりの方がもっといらないっていう。ネズミポケモン、何匹かが集まっていると猛烈な電気がたまり稲妻が落ちることがある。ベガ銃ベガ銃、ね、まあ使えませんパラメータすら見ない。ピカーピカピカー出川は。何でも直し、とっとと、あとトレーナーを2体発見して次行きたい。次、え、ふいをついたってあっ、ホルモンオスだ。まあ経験値高そうなんで、このうん、いい経験値。雷の牙はいいね。誰に覚えさせるかは別問題だけど、トレーナーさんがあんまり見当たらん。いたいた、と、もう一体だね。こう、怖え、このケンタロスの集団。イケリンコ、空飛ぶタクシーの努力源はイキリンコの頑張り。タクシードライバーのゴー、今ポケモンの主役 B として出てなかった。イキリンコ、飛行ノーマルかな多分。結構痛い。まあまあまあ倒せそう。よく頑張った、感動した。やっぱね、賞金増えてきたね。うぶの、お、闇ガラス、夜限定ポケモンとか。わあ、びっくりした。こいつら、こいつら襲ってくるぞ。逃げろ。加速、ケンタロスいすぎ。タウリ 1000mg 配合。あのさ、風のエフェクト出るけどそんな速くないよね。ドレインキッス、いい傷薬。え、いって読み込み間に合ってなかったよね。し
キージか。カニ。カネマシンだ。ワクサだよ。やばい、囲まれた。やった、地底ジカを捕まえたぞ。アナログマはいないのか。ノーマル草、夏の姿。あ、涼しそう。じゃあ君は夏ジカだ。物理素早さ型で素早さダウンだね。なかなか性格厳選ダメっすね。あ、ピンク色のもいるんだ。いるいる。このコレクレイのコイン何と交換してもらえるんだ。いわゆる小さなメダル的な感じでいいのかな。とりあえずあと1体のトレーナーを見つけて次行きたい。急に湧くのやめて、怖いから。パポルス、お団子真珠、元気のあった、いたいたいた、よし。じゃあここでの最後のバトル、貴重な骨。もう一匹いたわ。気ままに増やそうかどうかチェック。これは見たことあるな。気まわり、気ままに巻き割り、気まわり、気ままに巻き割り。僕のオリジナルの腹くじ言葉。学生の不、学生が多すぎる。ひまわりです。植物だよね。うおー、吸い込まれる。でもこれじゃちょっと倒しきれんな。悩みの種を。種は効かないんじゃない。草の種クラウンか。不眠になった。あー、もう眠れないよ。悩みが、悩みが。まあ夜だし、ひまわりちょっとタイミング悪かったね。悩みの種いる？特性を不眠にするってこれいる？俺はいらないと思うけど。もう覚えねえよ。パチ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 。この拍手の仕方のやつ結構いるね。よし、まあ、せっかくなんであっちも倒して帰ろっか。ウェイターさん。ウェイターなの？ウェイターってイメージなんだけど。ウェイターのユイト。リオル、お、リオルだ。よこせよ。ルカリオってレベル進化？中虫進化？格闘だよね。まあ、ベビーポケモンとかクソ箱なんで、勝てるわけないんだけど。経験値もクソじゃねえか。
ちょっと待ってよ。1840円あげるから。時にはあえて高校を選ぶのも戦術ですよ。待ちすぎて負けちゃうこともあるけどね。はい、じゃあ帰ろう。マトマの実、トマトですかね。トン落ちるふむ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 。いるかホイキング。帰る。はい、ということでちょうだい。バゲモンリーグです、知ってますか。と6人ですね。では豪華な景品はイカサマダイスですよ。いい目しか出ないダイスです。持たせて連続技を使うと多めに技を。あ、こんなんあるんだ。最近これで連続切りとか2、5回だと4、5回が確定するんだったら結構強いかもね。で回復。さあね、それじゃあ次は、はい、こちら向かいますんで、メンバーをちょっと炎ポケモンと戦えるメンバーに変えていきましょう。ということでね、ちょうど今仲間に入ったアナゴリオがアナゴリオがぴったりっすね。レベルも高いし、いざという時にはね、彼に活躍してもらいましょう。まあこれぐらいでいけるんじゃないかな。じゃあね、レポートして